アジア系アメリカ人は、アメリカ合衆国の市民のうち、アジアに起源を持つ人々のこと、アメリカ国籍を有するアジア系の人間を指す。最も多いのは2011年時点で中国系となっており、アジア系の23.2%を占める。以下、フィリピン系、インド系、ベトナム系、韓国系、日系と続く。 太平洋諸島に起源を持つ人々と合わせて、アジア、太平洋諸島系アメリカ人という呼び方もある。アジア系アメリカ人は民族のグループごとの異なった歴史がある。最も古いアジア系の移民はフィリピン系であり、アメリカ独立以前の16世紀に当時の創始国であるスペインの船でやってきた。19世紀には中国人移民が急増し、 アメリカ政府は1882年に中国人排斥法を成立させた。その後、日本からの移民が増えることで、1913年にカリフォルニア州で日系移民の土地利用を制限する排日土地法が成立した。さらにその後、1924年に日本人移民を制限する排日移民法が成立し、日米関係は悪化した。 1939年に第二次世界大戦が勃発すると中国は同盟国であったために中国人排斥法が撤廃される一方で1942年に日系人の強制収容が始まった1945年に第二次世界大戦が終結しても収容は解かれず1946年に強制収容が解かれた1952年 移民国籍法が成立した。1960年代の黒人らの公民権、運動、ブラックパワー運動に刺激されて、アジア系アメリカ人の市民権拡大運動が起こった。しかし、ベトナム戦争の終了とともに、多くの運動は解散した。1982年、日米貿易摩擦の家中で、ビンセントチーンが殺害される事件が起こり、これが、 アジア系アメリカ人の権利向上のきっかけとなった。2014年3月、カリフォルニア州の上院議員であるリーランドイーが、チャイナタウンのマフィアらと共謀し、銃器密売や強括、増売を行ったとして、連邦捜査局に逮捕された。アジア系アメリカ人は、出自別では、全米で最も経済的に成功している。2012年3月に発表された、 米国雇用機会均等委員会の調査によると、世帯ごとの平均年収は、アジア系が53,401ドル、白人が53,49ドル、ヒスパニックが49,873ドル、黒人が44,333ドルとなっており、アジア系が主要確保している。アフリカ系アメリカ人より高く、ヨーロッパ系アメリカ人よりは、 低い二級の立ち位置と言われている。アフリカ系アメリカ人が最下層となる白人史上主義的な社会の恩恵を受けていたため、同じマイノリティであっても連帯は乏しく、ロサンゼルス暴動などで標的となったこともある。ありがとうございます。